応接セットのところのテーブルの上を見ます。応接テーブルの上には週刊誌が置いてある。ウィークリーマリハマという若者向けの総合情報誌だ。地元マリハマ市の情報を中心にレジャー、旅、社会などからオカルトやゴシップ、ネット上の噂話まで取り扱っていて、どちらかといえば節操がなく品性に欠ける類の雑誌だ。伊豆名くん、こういう雑誌を読んでるのか。聞いてみよう。週刊誌のこと。あ、そうそう、この雑誌実はお隣さんが置いてったんですよ。ああ、なんだ、そうだったんだ。伊豆名くんがこういう雑誌を読むのが意外だったから気になってて。いえ、読むときは読みますよ、私。情報は大事ですからね。この雑誌もさっき少し読んでたんですが、特集記事がなかなか興味深い内容でしたよ。へえ、特集記事ね。どんなのだろう。読めるかな？タッチしてみよう。さっき言ってた特集記事ってこの雑誌のやつ？そうですそうです。表紙に書かれた特集記事の見出しは、どうなる少年犯罪というものだった。少年犯罪？興味深いですよ。よかったら読んでみてください。どれどれ。急増する少年による凶悪犯罪、子どもの乱れは国の乱れか、服装の乱れは心の乱れみたいな。その特集記事にはここ数年の少年事件が綴られていた。例えば3年前に話題になった中学生による放火殺人事件、さらに幼女を誘拐し扱いに困り殺害した小学生の話に、通り魔犯行を繰り返したとある受験生の話、小遣いをくれなかった祖母をバットで殴り殺した高校生や、親に交際を反対され心中した女性との話などが掲載され、専門家による心理分析やその原因の考察が書かれている。斜め読みだけど、この記事内では結論として、これらの少年犯罪は急速なネットワークのインフラによる情報化社会の弊害であるというふうに結ばれていた。むむむ、これはつまり携帯電話やパソコンが普及しネットによって生まれた影響が事件を起こす引き金になったと言いたいのか。操作メモ A の6ページ目が追加されました。ウィークリーマリハマ、情報誌、略称はウィマリ、お隣刑事が置いていった。今週号の特集は少年犯罪について。そして話そう、少年犯罪特集。確かに最近少年による凶悪事件が増えたよな。確か3年前に話題になった放火殺人事件があってから少年犯罪が目立って取り沙汰されるようになった気がするね。そうなんですよね、そんな事件もありました。ん？どうかした？あ、いえ、なんでもないです。操作メモ A の5ページ目が追加されました。
少年犯罪について、3年前に世間を騒がせた放火殺人事件以降、少年犯罪が目立って取り沙汰されるようになった。イクルミさんはこの事件を記事を読んでどう思いました？そうだな、確かにネットが原因だと思う。正直疑問を感じる結論だな。あれ、どんな内容だっけ？どれでもいいのかな。正直疑問を感じる結論だったな、にしてみようか。僕はこの結論は極論だと思うな。この記事を書いた人はネットに偏見を持ってる気がする。なるほど、そうですか。実は私、そういった点よりも気になるのが、特集のされ方というか、事件の扱われ方なんです。事件の扱われ方？さっき少しくるみさんも言ってましたけど、ちょっとセンセーショナルに取り上げすぎだと思いませんか？ここまで大げさに扱う必要が果たしてあるんでしょうか？まあ、少年たちが意図して人を殺す事件が相次いでるからね。言ってみれば、これまでの常識を覆す異常事態だし、多少大げさに扱われるのも仕方ないんじゃないかな。そうですかね。衝撃的な事件ほど与える影響って強いじゃないですか。そういうふうに影響力の強い話題だからこそ、扱いには注意が必要なんじゃないかと思うんです、私。なるほど。話す。もう一回話す。少年犯罪特集。ってことは、少年犯罪の増加は報道が原因ということ？そもそも問題はそこじゃないと思うんです。もう一丁話しよう。話しようって言っちゃった。少年犯罪特集。あ、そうだ。少年犯罪といえば。はい？こういった事件が起こるといつも言われることだけど、親が悪いだの、学校の責任だの、あれこれ原因を探ろうとして、しまいにはただ犯人がゲームを好きだったってだけで、全部ゲームの悪影響のせいだとか言われるからな。そんな偏った情報ばかりが広まっていって、風当たりが強くなったりするから困っちゃうんだよな。ああ、そうですよね。イクルミさん、ゲームの仕事してますし。ましてや、殺人事件を題材にしたゲームですからね。そりゃもう、疑いと言ってるようなものですよ。それを言われると。ぬわー、来たか。あ、先生。まったく何を言っているのやら、こっちまで聞こえているぞ。聞こえているけど、何を言っているのやら。いつの間に。聞こえても意味のないことは、言っても意味がないのだよ。君は自分が何を言っているのか、わかっているのか？いやー、そっちこそ何を言ってるんだよ。それはいい。そういうイクルミ君こそ
まんまと情報に踊らされてるってことだ。え？この男こそ探偵事務所の所長で、私の友人の木深川亮介である。見ての通り、突飛で奇妙な言動を堂々とする変わった男だが、これでも幾多の難事件を解決しているのだから驚きだ。人物リストに木深川亮介が追加されました。いいかい、イクルミくん。少年による凶悪犯罪なんて別に今に始まったことじゃない。それこそずっと昔から幾度も繰り返されているのだよ。え、そうなのか？そうだとも。例えば明治時代の初期なんか、維新志士に憧れた少年たちによる殺傷事件が後を絶たなかった。古すぎないか？いや、その時代はさすがに。近年だってあるぞ。昭和初期には親元を離れ奉公に出された子供らによる過酷な生活から逃れるための放火や英字殺害が多発した。それから戦中戦後などは言わずもがなだろう。少年らによる窃盗、スリ、強盗、殺傷事件は日常茶飯事だった。いやー、しかしその頃は生活が貧しかったし、生きるために仕方なくという事情があったからじゃないか。ところがそうとも言い切れないのだよ。それらの中には遊ぶための金欲しさだったり、悪事への憧れで行われた犯行がいくつも記録に残っている。その話、私も聞いたことがあります。そうだろう、後頭部。特に娯楽が少なかった当時、遊び半分で凶悪犯罪を行う者も少なくなかったそうだ。時代に関係なく、そういう愚かな輩はいるってことなのだよ。昭和後期から近年にかけても常に事件は起こってきた。もちろん過失致死ではなく意図して行われた犯行が。だ、そうだったのか。ならどうして今になってこんなに騒がれるんだ。それは単にこれまで報道が控えられていたからだよ。加害者少年の将来を重んじていたためですね。いいかい、イクルミくん。子供らによる凶悪犯罪は別に異常事態でも何でもない。普通に起こりうる出来事であり、実際に起こってきたわけだ。ここで問題なのは数なんかじゃないんだよ。一匹でも十匹でもゴキブリが出ることに変わりはないんだ。ああ、おぞましい、早く絶滅してくれ。その例えはあれだけど、じゃあそれなら。そうなのだとしたら、少年犯罪は減らないってことなのか。これからも当たり前のように事件が起こり続けるの。僕ら大人はただ眺めてるしかないってことなのか。真剣に対策を考えたいのなら、まずは意識を改めるべきだ。意識を？今の話で君も分かっただろう。そもそも別に現代の文化だから起こっているのではない。まずはそこを差し引いて
考えてみるべきだ。そしてその答えの鍵は案外身近なところにあるかもしれないぞ、イクルミくん。それってどういう。まあそれはいい。それより喉が渇いた。リズナくん、熱い紅茶を頼むよ。あ、はい。お、そこにあるのはウィマリじゃないか。イクルミくん、ウィマリだぞ。ウィマリ、ウィマリ、ジュディマリみたいな言い方。それ、その言葉が言いたいだけじゃないのか？うひょー。しかも最新号だ。うはははは。イズナ君が紅茶を入れに行くと、キブカワは週刊誌を楽しげに手に取り、読み出した。捜査メモ A の5ページ目が更新されました。少年犯罪について、キブカワは少年犯罪が今になって始まった異例の事態ではないと主張している。むしろ固定観念を捨てて取り組むことが解決への道だと語るが、何やってんのこの人。呼ぼう。キブカワ。おい、キブカワ。生返事しか返ってこない。呼ぶ。おい、キブカワ。さっき言ってたことだけど。ダメだ。どうにも話を聞く気がないらしい。しつこく呼ぼう。おい、キブカワ。さっき言ってたことだけど。ダメだ。どうにも話を聞く気がないらしい。何回も選択します。キブカワ。あのさ、無視され続け、業を煮やした、その時だった。おひゃー！そうか、そうだったか。ん？なんだ、どうしたんだ？キブカは突然規制を発すると、ものすごい速さで電話に向かって飛びかかり、踊るように受話器を取り、舞うようにダイヤルを回した。そして受話器に向かって何やら叫んでいる。ダイヤルを回すって黒電話なのか、ここは。と思うや否や、すぐに電話は終わり、この週刊誌の記事には面白い共通点がある。非常に面白い。いや、違う。言ってみれば共通ワードだ。え、何よ突然。それだよ、イクルミくん。それだったんだ。ああ、だからもうこれは必要ないんだ。おい、キブ。キブカワはテーブルにさっきの雑誌を叩きつけ、うひょーとか叫びながら走り去っていった。先生、紅茶入りましたよ。って、いないじゃないですか。今なんかものすごい勢いで出てったけど。まったくもう。先生、何か叫んでましたよね。なんて言ってたんですか？確か、雑誌に面白い記事があった。記事に共通ワードがあった。雑誌を見て休養を思い出した。うひょー。うひょーだけど。選択します。記事に共通ワードがあった。
雑誌の記事に面白い共通点があるとか、どうとか。いや、共通ワードかな？どうも、それのせいで何かに気づいた様子だったけど。お、よく理解できましたね。それなら上出来ですよ。なんだ、そっちにも聞こえてたの？そりゃ、あれだけ大きな声ですからね。ま、それはさておき、共通ワードですか。週刊誌を見てたら、突然どこかに電話をかけて。電話を？どこに電話をしてたかは、ちょっとわからないけど。最近の先生の行動、ちょっと気になるんですよね。また一人で勝手に何かを調べてるみたいで。いくるみさん、その週刊誌をもう少し調べてみましょうか。その共通ワードというやつがわかれば、先生が一体何を調べてるのかわかるかもしれませんから。調べてみるか。じゃあ雑誌をタッチしよう。おや？ん？どうしました？よく見ると、この雑誌、いくつかページの角が折り込まれている。さっきはありませんでしたよ。先生が折ったんですかね。ということは、共通点って、このページの記事なのかな。印をつけながら読んでたのかもしれないですね。いくるみさん、その記事を読んでみましょうよ。折られたページの記事は次の6つだった。ネットゲームのもたらす影響。狭沢家でいいのかな？放火殺人事件から3年。政治家 F 驚くべき裏の顔。アイドル水沼みゆき謎の逢瀬。都市伝説マリハマを騒がす M2。マリハマ駅前に新しいスポット誕生。さて、どの記事から読もうか。全然関係なさそうな感じだったけどね。ネットゲームから見よう。これは特集に付随する記事みたいだな。ネットゲームについての解説とその影響が書かれている。ネットゲームのもたらす影響。インターネットの普及により、コンピューターゲームもだいぶ様変わりしてきた。コンピューターゲームって表現今しないよな。ネットゲーだよね。ネットによる通信を利用して、遠く離れた見知らぬ人と対戦したり、手を取り合って共に戦うことができたりする、いわゆるオンラインゲームが人気を集めている。自宅にいながらにして、世界中の人々とゲームを楽しめるのだが、逆に言えば、ネットを通じて同好の死といくらでも出会え、遊べるため、自室に引きこもり、他人との接触を極度に避ける傾向が強くなってくる。また、直接顔を合わせない交流が増えるため、相手の表情や仕草、口調から気持ちを察する能力が著しく衰え、自分勝手な振る舞いも平気で行える。お互いに素顔を隠しているため、遠慮という感覚が狂うのだ。さらに、人が操作しているゆえに、ゲームの世界のリアリティも増し、ますます現実とゲーム世界の区別がつかなくなる。こうなってくると、
現実世界への影響も計り知れなくなってこよう。ちょっとした揉め事で、ゲーム世界のように武器や刃物を振り回し、相手を傷つけることも厭わなくなるのだ。あらら、ゲームについてもう叩かれてましたね。うはぁ、断言されてる。完全に悪者扱いじゃないか。ひどいなぁ。操作メモ A の7ページ目が追加されました。ウィマリの記事1。素顔を隠したままで行われるオンラインネットゲームが若者に悪影響を及ぼしているという批判的な内容の記事が掲載されている。ダメだぞ、暴言。どんどん読んでいこう。次は、放火殺人事件。特集記事でも上がった3年前の放火殺人事件に関する記事だ。羽沢家放火殺人事件から3年。2000年1月に世間を賑わせた西那市の羽沢家放火殺人事件の犯人、中学生 A が補導されて3年以上が経過した。当時は犯人が中学生であるため、それによって世間に与える影響と本人の将来を考え、強い報道規制が敷かれた。そのため、中学生 A が何者かは一切が明かされず、また現在どのような状態にあるのかも全てが不明である。ここではその後の経緯を推測し、現在その中学生 A がどのような生活をしているのかを考察してみたい。まず、中学生 A は犯行時は13歳だったため、刑法41条の規定により刑事責任を問われることはなかった。よって逮捕されたのではなく、触法少年として補導され、児童相談所に通告された。児童相談所は少年審判に付するのが適当と判断し、家庭裁判所に送致。しかし、家庭裁判所での判事は、すべて非公開のため、その刑罰の詳細は知られることがなく、加害者の中学生に下された処分は、大体次の通りであろうと一般に推察されている。家屋に火を放って、そこに住む一家4人を惨殺し、逃走という残虐非道を極める犯行。児童自立支援施設への収容という保護処分が下された。なぜなら、現時点の法ではそれが13歳の触法少年に与えられる最も重い処罰だからだ。これは当時ニュースなどでも大々的に報道されたので、ご存知の方も多いであろう。児童自立支援施設では規則正しい生活環境の中で児童精神科医などの援助を受けながら特殊教育課程のプログラムが実施される。ああ、舌が回らない。しかしここで問題になるのはその収容期間だ。裁判所に収容期間の決定権限はない。よって施設の判断により再び今件のような非行が繰り返されることはないと公正が認められた時点で仮出所となるのだ。では実際の収容期間はどのくらいなのだろうか。今年の2月ごろ、九段の中学生 A が施設を出所し社会復帰をしたという噂話が世間を飛び交い、ちょっとした問題になったことは覚えておいでだろうか。ことの真偽は定かではないが、実はその噂は十分あり得る話なのである。現在、
14歳以上の犯罪少年が収容される少年院の収容期間が原則2年以内であり、また成長途中の若いうちに長期間施設に拘束するというのは望ましくないという理由もあるため、実際13歳以下の少年の場合、どんな犯罪を犯したものでも2年から長くても3年以内には保護観察となって出所することが多いのである。そう、つまり事件から3年経過した今、犯人である中学生 A はすでに社会復帰しており、その正体を誰にも知られないまま、どこかの町に潜んでいたとしても、全くおかしくはないのだ。しかし、ここで重要なのは、果たしてたった2、3年の更生教育だけで、本当にそれだけの犯行をした人物が更生されるものなのかという点である。今はまだ一般人の仮面をかぶり、自分の中に眠る狂気を抑え、おとなしく潜んでいるだけかもしれない。我々はただこの16歳となった殺人鬼がいつどこで牙を剥き本性を表すのか怯えながら暮らす他にないのである。もしかすると今、あなたの後ろにいる人こそが殺人鬼かもしれないのだ。むむむ、これはつまり、殺人犯が正体を隠し、どこかに潜んでいるかもってことか？なんともわざわざ不安を煽る書き方をしてるな。捜査メモ A の8ページ目が追加されました。ウィーマリの記事に、3年前に起きた羽沢家放火殺人事件、当時13歳だった犯人はすでに高生教育を終了し、どこかの町に潜伏していると煽る記事が掲載されている。どうしたの伊豆名は、元気ないじゃん。どんどん読んでいこう。政治家の汚職。これは放火事件の記事と同じページってだけだから、キブカーの言う共通点とは無関係かもしれないけど、まあ一応読んでみましょう。政治家 F 驚くべき裏の顔。地方の福祉拡充に力を入れ、関係者からの人望も厚かった政治家 F が、大手企業からの闇献金を受け取って逮捕されたことは、多くの人を落胆させた。しかし、F の裏の顔は、それだけではなかった。普段は偽善者のマスクをかぶっていただけなのである。編集部独自の情報網によれば、F は金に意地汚いことで有名で、他人に振る舞うことは絶対になかったという。例えば、以後、記事にはその男がいかに金に強い執着を持っていたのか、意地の汚さを証明するようなエピソードや発言を抜き出し、それらが永遠と綴られていた。とまあ、それだけの記事みたいだね。ふむ。しかし、こういう汚職も昔から一向になくならないな。捜査メモ A の9ページ目が追加されました。ウイマリの記事3。政治家 F が大手企業からの闇献金を受け取って逮捕されたことに関連して、政治家 F の素顔を暴く内容の記事が掲載されている。アイドル。僕はあまりこういうのには詳しくないんだけど、有名なアイドル歌手のスキャンダルの記事のようだ。水沼みゆきという名前だけなら
僕でも聞いたことがある。アイドル水沼みゆき謎の王星。2年前に鮮烈デビューを飾り、現在も第一線の清純派アイドルとして大活躍中のみーゆこと水沼みゆき。なぜみーゆ？来月からは全国ツアーも行われ、まさに波に乗っている彼女にやや不穏な動きをキャッチ。 N 県出身の彼女だが、実はなんと故郷に許嫁がいるという噂を耳にしたのだ。早速我々は現地に取材に行ったが、関係者の話ではそんなことは聞いたことがないと真っ向否定。やはり根の葉もない噂話なのかと取材陣が諦めかけたその時、とある筋から非常に興味深い情報がもたらされたのである。彼女がここ数ヶ月の間一人で万里浜界隈を歩いている姿が何度も目撃されているのだ。彼女は必ずサングラスと帽子で変装し、素顔を隠してこそこそと行動している様子。聞いた話ではマネージャーも彼女がどこに何をしに行ってるか把握してないとの噂もある。この件と許嫁との関連は定かではないが、何か秘密が隠されていそうである。17で故郷を飛び立ち、それから休むことなく飛び続けた彼女も、やはり時には羽を休めたいということだろうか。しかしてその泊まり木には誰の姿があるのか。そこは誰しも気になるところであろう。本社はファンの期待に添えるよう、今後も引き続き彼女を追跡取材していきたいと思う。こういった記事っていつも憶測で言ってる気がするな。私生活をほじくり返すことをファンは望んでいるんだろうか。